おはようございます。任天堂64版バンジョーとカズイの大冒険パート8第8回目、前回はマッドナイトマンションをクリアしたわけですけど、そこにある天井ピアノ弾くとこ、あれなんだろう、教会か、教会の梁、天井の梁のところで魔女のスイッチをしたら、あそこにジグソーパズルができました。ということで、あのジグソーパズルを取ってから次のステージに進むっていう流れでいいかな。ただ次のステージどこにあるのかな。まあいいや、とりあえずこれ先取って、あ、届かん。こっちかな。マットナイトマンションってすげえ、あれ苦戦、1時間10分ぐらい。 OK、 あ、高すぎ、で、オーケー。で、あの雪だるまか、あいつ一回倒してもいいかもしれない。これ高さが届かんからね、やっぱり。とりあえず、あいつ倒したらもしかしたら何か出てくるかもしれんから、試すだけ試してみたらいいのかな。やばい、今のは良くない。あいつ倒しても何ももらえへんかもしれない。何かもらえたら助かるかも、助かるような何かがもらえるかもしれん。ということで、まあ羽も回収しといて、倒せるかな。一発で倒せる自信ないな。当てんの難しいからね、難しくなさそうで難しい、うん、いけ、あかん、これはちょっとあかん。あ、いけそうやったな。高いかな。よし、いけ。おお、あ、なんももらえへんか。大したもんはもらえへんな。マッドナイトマンションでカボチャに変身して、その先にあった、あー、なんやろ、小さい小屋、扉が封印された、なかったっけ、こっち、あ、こっちやっけ、違う、
魔女の口か、口んとこやったっけ。あーそうっぽいな。そんなに広いところじゃないし、ルートも限られてるけど、まあ、違うっていうね。ゴイバレー砂漠やろ、ここね。あ、か、あのマグマがあるところの上先にもちっちゃくないといけへんところあった気がするから、これはこれはいいや。この先が一つ、とりあえず入っていけっかな。マットナイトマンションきつかったな、ね、あ、こっちだっけ。あ、こっちか。ここに入るのもまたこうルート頑張って探したけど、ここで行けるっていうね、まさかの。え、そんなに簡単やったっていう。後ろももしかしたら何かあるかな。お、羽か。マグマの方行った方がいいかな。まあどっちでもいいやろうけどな。じゃあ先にマグマの方見とこうか。忘れてしまいそうやしね。モンスター、モンスターってか、モンスターか。モンスターは、色はちょっと明るいと。さっきのね。で、動かんやつは、まあ、そんなに。赤じゃない、明るくないと。で、こういうここを地図、こういうところを地図に進むのは R ボタンをうまく使ってねやるといいと思う。っていう話は前したけど、まあ線でもいけんのかな。あ、ここね、ここに、何かがあると、きっとあるはず。あ、私はちと魔法の本である、魔法のコードを教えてやろう。はい、こらこら、ちと何を言う。わしの魔法をバラすでない。あんたは私をなくした、見つけたのはクマと鳥だ、だから魔法は彼らのもの。そうよ、この魔法は平らのものよ。さあ教えてちょうだい。ここでは私チートは一つの魔法しか教えることができないのだ。ともかくお宝ザクザクビーチの砂の城のパネルにレッドフェザーズと打ち込んでくれ。チートさんありがとう。他にもまだ魔法の本は鳥の中に隠されている。探した方がいいぞ。はあ、はい、砂の城か。へぇ、レッドフェザーズ。チートコードっていうのが何個かあるんだね、きっと。レッドフェザーズ、赤い羽。ああ。嘘っしょ。
ああ、戻ってこれた。ラッキー。レッドフェザーズ打ち込むのは、後でいいかな。取れんちゃう？あ、やっぱり取れた。おう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 。とりあえず、違うか。はあ、おー、水位が上がる。あ、これ場所わかるわ、なんとなく。これもなんか裏にも隠されてんのかな。これは壊せない。これだけ？まあ、これだけ、まあまあ、これだけか。まあ、これだけって言っても結構な。マンボウ、かぼちゃ見てお腹空いてきた。スープの用意する。これはスープの用意してあげてってことじゃないよね、きっと。スリムでスマートになったならポテトやバーガー食べ放題。スリムになった、せっかくスリムになったのになるのにね。一緒やん、同じ道たどるわけやね。ああ、そっか。あかんか。はい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 。でここでまた魔法かけてもらって戻ると。ああ、そういうことか。また閉まるからここ通れるようにしてやるのね。あ、なるほどな。レッドフェザーズ。先にお宝ザクザクビーチ行くのもありかもしれないね。これ開く？やっぱり開かへんか。あ、回っていくんやね。いいでしょう。こっちじゃないな。こっちか。
パイプオルガン、音色がいいな。また降りていくんか。いけるやろ。ジグソー36個あるからな。しばらく何がしばらくか分からへんけど、とりあえずこっからお鍋に入って、どこに出てくる？嘘やろ。宝ザクザクビーチとかに出てくるのか。はいはいはい。どこやったかな。あれか。懐かしい。砂の後ろってきっとここやろね。抜くわけやね。ここら辺やった気がする。ちょっと回収できそうなやつだけ。これで穴も塞がるし、水も抜けるし。はあ、オッケー。またこいつ倒さなあかんのかな。R がないぞ。あれ、 R がない。ここじゃないの。なくね。あった。F、 あった。フェ A か。 H ね。あれ、あった。R?
回を跳ねれば100回までやってるよ。ああ、なるほど。へえ。そういうこと ?200 枚まで持てるの大きいんちゃう?多分。ね。うん。どう大きいかっていうと説明はできないけど、うん、多分、今後使うんやろうね。あると楽になってくる。かな。とりあえず、こっちから行ってもいいか。ああ、いや、遠いな。多分お鍋に入って行った方がいいはず、早いはず。で、今回8回目に残すところどんくらいなんやろな、ステージ。3つぐらいあんのかな。で、回復しようか。こっちっしょ。水位がなんか上がってたからね。あそんな感じ。おおお、まだ水位上げられんのか。多分そうやろね。小学校幼稚園ぐらいにやった時の記憶、ここの記憶は全然ないから、多分ここまでは来てへんねやろね。どうやろ、卵少ない。なんかある。なんかいそうやな。お、お鍋が。ああ、そことつながるか。水位が上がるんか。上げん方がいい。ちょっとまあいい、上げとこう。あ、これ、あ、上げすぎ。もしかしたらあれ、これ微妙かもな。どうなの。おお、はあ、はあはあ。はいはい。あ、よかったね。ですね、サビサビになった。いやー、なんかむずそうやな。こっち行っとこう。ちょっとこの先になんかあるかもしれん。あー、これ行けへん。あー、行けへんパターンか。水下げなあかんのかな。
うすぐわしはスマートに、そうすりゃわしはモテモテ。確かに変身した後、まあ綺麗っちゃ綺麗だったよね。うん、まあ、違うか。違うか。おそうそう。オイルで汚れた水はいかがでしょうか。いかがかな。そのギトギトで息ができなくなる。え、なんやろ。あー、なんか潜るのが大変。潜る、あ、続かへんのかかもしれへんな。とりあえずステージを、おい、卵。あ、違う違う。はいはい。あ、嘘そう。あ、はあ、取れなくね。おお、はあ、え、もう出てこいようなのか。はあ、まず周りからと、なんかいるぞ。あ、倒せる？あ、やばいやばい。登れない。あ、登れる。あ、やばいやばい。早くない？減りが早い。え、え、溺れた？は？なんかもうわかんねえや。まあよくわからへんけど。やっぱり、え、お、潜るってか泳ぐのもダメ？感じかな。オッケーオッケー、まあまあいいやろ。この4つは別に先に取りに行かんでもいいのか。あの神社の、いやー、
卵が多いってことはやっぱ卵を使うとこ多いんやろね、きっと。ああ。あんなとこに。ないか。これは、うわあ、違う。うそそそ。倒せる？うそ、倒せない。そうか。罠やね。蜂蜜ハニカムがあったからってことはこれも罠？あ？あ、違う？へえ。あ、なんか楽しい。楽しい。楽しい雰囲気やけど。うわうわ、なかなか滑る。あ、違う違う。逃げたらいいんか、あれは。あー、何もないな。羽、あ、なんか上行ける？もしかして。はあ、ここらへん？あれで、あ、これか。これはちょっと無理そうやな。楽しい音楽やけど、ちょっと怖いな。じゃあ反対側か、もうなんかあんのかな。こっちか。でもまなんだからね、倒せへんのも分かってるからね。待って、ちょっと待ってよ。お？え？おー。違うか。なる。ああ、こっちか。なんか。
はいはい。なるほど。あと一つ、二つか。おお、試されるな。違う違う。ああ違うか。はあ。あ、これさっきの神社見たとこ。ここ。やばいやばいやばい。おお、助かった。ニトロか。あ、これ押す感じ。押す感じかな。はいはいはい。はあ、ちょっと今はでもあそこ行きたくないな。 まず外からちょっとチェックしていって、ちょっと高いところですね。あんなとこに何もないか。どこか分からへん。どうした。ああなんかあった。蜂蜜はいいや。あ、こっち入れるやん。さっき入ってこう。お、ちょっとかわいい。はあはあ、あ、ゆっくり回る。これはこれはこう。はいはい。どっからか行くんかな。違うか。潜ってどっか行くとか、どっか行くじゃない、潜って下から入るとかはなさそうかな。これ怖いしもね。周りからチェックしていって、何かあれば。これ降り、ああなんかなんとなくやばそうな雰囲気出てるな。ちょっと外から探検をしとこう。こいつもちょっと構いたくないな。何？123。え、あ、ジグソーパズル。あ、ガンボガン。
卵か。卵あった方がいいよね。行けるとこは結構調べた気がするから、そろそろ中入らなあかんかな。ちょっとすごい嫌な予感するけどね。何番押せばいいの。312ちゃう。3123ちゃう。違う。もう一回。3212か1やろ。あ、違う。開ける感じ。多分そうやろな。あ、で上に上げるのか。
れでいいんかな。間に合わなくね。あ、嘘。マジか。マジか。もう一回手回しか。まあいっか。まあこれはきついな。ちょっとあれ取ってしまいたいな。卵だけ回収できそうなやつはしておいて、いかんせん卵が少ないからな。本当はちょっと回収は後にしとこうかな。これも取らずに取らずに、取れそうなやつだけ取って、これさっき見たいね。これでも壊しとかなあかんもん。悔しいな、あのジグソーを取っときたいな。ただ急ぎで取る必要はないから、多分まあ優先度は低いよね。なんであえて最初に取りに行かないといいかな。うわあか、危ない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 、鳥肌立つわ。で、エンジンちょっとね、歯の回転が多分これ速いままやと思うから、やっぱりね死んだらまた速くなるから、ちょっとこれでゆっくりにしといて。これやったらいけるんじゃ、いけへん、ちょっと分からへんな、分からへんけど。当たったらあかんねやろね、きっと。どんぐらいダメージ食らうか、1食らってか吹っ飛ばされんもんね、まず当たったら多分。だからよくないな。ここも別に今はいいや。どっから行くかい、ここ先行ってみてもいいけどな。ちょっと行ってみようか。楽しい音楽やったけど楽しくない。ブスブーボックスの部屋に来たのは道具のドイツだ。はあ、どんどんちっちゃくなる感じ。あ、増えてる増えてる。
お、あ、倒した。はあ。何を持ってくる。あ、あったあったあった。で、どこ行けばいいの？ちょっと待って、これ似たりひんのか。まあいいやろ。ちょっとよくわからへんけど、とりあえずここ行こう。多分ここやねんな、次行かなあかんな。おお、これは失敗。あ、いけるわ。で、視点変えられへんか。でも変えれるけど、 R の方がいいかけ。はいはい。お、早い。試されてるな。これ落ちたら多分やばい。早い。ちょっとゆっくりになるか。これ押すし、はあはあはあ。後ろになんか、これ何、なんかある。これ何、え、下。いや、これ絶対あかんやつ、絶対あかんやつだ。あ、あー、これ怖いな。いけ、よしよしよし。この下降りるやつなんか、もしかして。63秒、ちょっときついな。あ、これは、あ、いけんのか。一はあ、いや、これ63秒きついやろ。いける、いけるか。回る、回らへん。ちょっとルートだけ、どっちから行く、こっちはこっちから行った方が、あー、楽そうやな。よし。
しよし。いやでもこれな、うわっ危ない。はあはあ、これ押すやろ。これでまだタイマー始まる。ああそういうことか。ガカンガカン。はい、これこっちを、こっちか。はいはいはい、こっちの方がいいね。はい、あマジか。え、そういうこと。マジか。ああ言葉が出ん。キャップどっかにあったよね確か。あれ、イキャップどっかにあった気がするな。どうしよう。今のちょっとショックやな。先に音符集めるのは後の方がいいな。うん、多分そうやな。どこやったっけ。こいつあかんな。先にこっち行こう、その方が安全。ここは別に問題ないはずやもんね。どうなる？どっちから行った方がいいかな。あかんかん。おおおゼロ。マジか。一キャップのバンジー集め、一キャップっていうか、一キャップ集めた方がいいな。このステージどこにあったかな。どっかで見かけたような気がする。キャップバンジュ、どこやったかな。
なとこじゃなかったな。どこやっけ。いやーこれはなかなか。時間的に言うとこれ一回死んで次のとこまた次の回でここクリアするみたいになるのかな。ここでクリアしときたいけどね。60秒か。まあここ進めたからといってその後失敗しないっていう保証もないからちょっとうーんって感じだけど。ああ嘘やろ。焦ったかんねえ。焦らず本当は一応取っといた方がいいね。ここ抜けられたらもうこんなとこ来たくないからね。無理せず安心安全で。押すタイミングとしてはこれぐらいでいいかな。シュッシュ多分止まるっしょ。あこれいけたな。えそっかこれ回らへん。あびっくりした。ちょっと時間ロスしたな。8の数壊さんでよかったな。壊してたら多分ここもちょっとロスになったから。うわーやろ。あれどっから出んの。えあこれか。あーくそこれもう一回やり直してな。これは間に合わへん、うん、間に合わへん。戻ろう。悲しいな。これもう一回行かなあかんのか。
なんやとは思ってへんけど、ちょっと行った方がいいかな。ほい、あ、あー、あー、はい、ということで時間もいいくらいなんで、今回まあ今回は終了ということで、それじゃあおやすみなさい。